いやいや、ゆうちゃんだよ。はい、ということでやってまいりました、バズれ朝倉優太よ、復刻企画でございます。よいしょ。はい、ですね、自分の家の屋上からお送りしております。さて、まあ第1回第2回とね、バズり企画やらせていただきましたけれども、あまりバズりませんでした。ということで今回ですね、とっておきの企画を持ってきました。わお、まあ、題してと言いますか、何をやるかと言いますと、口の中に含んだ水を、何秒間、吐き続けられるかっていう記録ギネスに挑戦していきたいと思います。よいしょ。まあね、口にめちゃめちゃ水をですね含ん でその水をどんだけ僕が、長く吐き続けられるかっていう、ギネスにですねチャレンジ していきたいと思います。はい、ギネス記録が確か58秒とか、59秒ぐらいだったんですよ。いや、これワンチャンいけんじゃないのかと思いまして、この企画をですね用意しました。このまあどのぐらいね耐えられるかっていうのがわからないんですけれども、まあ、僕は多分1分ぐらいできるんじゃないのかなと。めちゃめちゃ水を体内に溜め込んで、それで、1分かけて全部水を吐き出すことを、これからやっていきたいと思います。なのでね、そのためのね水たくさん用意してください。2.5リットル、2.5リットルの水を溜め込んで、やっていきたいと思います。ということで、はい、設定ができましたので、どんどん僕は今から水をですね溜め込んでいきたいと思います。じゃあまず500入れていきますね。いっぱい入れるにはいっぱい飲んどいて、でどんどん上から出すっていう方法がいいって書いてあったんで、やりましょう。もうね、これから喋れなくなるんで、こっちのストップウォッチの準備も今いたします。 OK です、今なら見える。では一気にこれを1リットルぐらい入れてチャレンジしていきたいと思います。シンプルにどんな競技なの？笑い。結果24秒差でした。あのね、ギネスの人たちね、めちゃめちゃ水飲んでこう溜めて胃から水を出すらしいんですよ。俺にはそれできませんでした。くそー、悔しい。せめて30秒は行きたかったけど24秒3でした。はい、この動画でですね、僕も一発バズりたいと思ってますので、皆さんぜひよろしくお願いします。てか普通に溜めないでもういけるのか、ちょっと最チャレンジですよ。やべ、画面録画できてなかった、まあ、これ見れてるからか。てかもう一回チャレンジするわ。絶対30秒いきたい。よい、スタート。
帽子バッテリーなくなっとるやないか。結果28秒01びしょびしょです。うわー、びしょー。ギネスにはね、あと30秒ほどたどり着かなかったです。なんか多分方法あると思うんで、もう一回チャレンジしていきたいと思います。今回の動画はこの辺にしていきたいと思います。ご視聴誠にありがとうございました。またね、違う形でバズり企画をやっていきたいと思いますので、その際は、見てもらえたらめちゃめちゃ嬉しいです。グッドボタンと、チャンネル登録の方よろしくお願いします。ではまたねー。この映像めちゃめちゃ怖いみたいな企画で面白そうです。いきます、よっ。